それだったらもう徹底きちっと、この猿のところだによ行こうっね。ていうのがあって、うん。やった感じなんね。そう、なあるさみちゃんもほど。ちゃんとね、もう本当蛇の感じで歌っいてや、たの本当で、に。あれは本当、でも、蛇でも結構ギリギリ高いなっていう部分はあって、逆に下げると今度逆に低すぎて歌えないしっなているほどね。う、難しまあ、かっ3たなっ人ってていう。うところがやっそうぱりですね、ね、ババラランス、ス。で、そこでね、うまくこう、絡んできそう。たんですけでど。もね、そういう意味で言うと、僕もあの楽曲のメロディーで行くと、まあ2曲ともそうなんだけど、やっぱりアバライで使ってる声よりはちょっと高めになっちゃうんだよ爽ね。やかなアレンジが。そうなでんかすちょっとね。ね、彼のあの、オラオラ系の俺様系の、ちょっと、でもちょっと抜けてる、でも熱いみたいな、あの辺がなんかちょっと出しづらいなっていうのが印象としてね、どうしてもあんだけど。そう、爽やかに歌ってくれたおかげで、入れ替わったからね、場所がね。そうなんです。スカイでもね、そんな事件があったんですが、実はワンダフルでもいろんなことがありまして、僕最後に収録終わって、編集待ちをしてたら、伊藤さんすいません、大変です。あの、低い声で歌ってらっしゃる雑賀さんとちょっと高めに頑張ってる伊藤さんの声がそっくりですって言われて、またまたつって聞かしてもらったら、意外と似てんだよね。でさ、前もなんか一緒に曲ね、歌っ歌ったたことあとるけやっど、て。あの時もこう、男4人の中に雑賀1人いたんだけど、男5人みたいな感じになった、その時もね。あ、なるほど、やっぱそうだっていうことでね。本当はこう、最後と僕と連チャンで歌うパートがあったんだけど、これはダメです。同じ人が歌ってるように来るんで、間に真田さん入れましょうっつって。その場で順番変わってたからね。なるほど。そんぐらいのことが起きるぐらい。そうな確かんでに、ですもよ。ちょっと似てらっしゃると思いましたよ。聞いたそう時だよに。ね。ほんで、あの、ね、一番低い、キャラ的には一番低い声を使ってんのに、ハモるとき一番高いところで出ていくレンジっていうね。面白まあ、かった。不思議な曲がね、出来上がりまあ、ました。それはそれでいろんなね、す面ごがく見て面楽白いんじゃしいないでかなすよと思ね。もう楽しんで聴いていただけると思います。まあ、そんなこんなで、まあ、曲の話はちょっと置いといてですね、まあ、テーマトークと言いまして、一応これ3枚目なんですけど、今までもね、このテーマでトークしてたんですけど、今回残白糖が具象化して人間化するという、まあ、そこを受けましてですね、皆さんがですね、自分の持ち物の中で実際に具象化して対話したいものってありますかと。このようなもテーちマでろすんだよね。ね。だからもそう、無機物というか、う。そうまあ、なの。そういう感じのことですよね。例えば、森田くんなんかはバイク。残月の菅生さんは財布。財布と何を語り合いたかったんだろう。で、おりちゃんは傘。園崎さんは携帯電話と、まあ、そんな感じらしい。いかがですかね、あさみちゃんは。私は、そうですね、愛用のデジカメがあるんですね、コンパクトの。そのデジカメになんか具象化してほしいですね。なるほど。どんな会話するの、そんで。なんか、もっといい構図があったら教えて、みたいな。結構写真撮るの好きなんですけど、やっぱりそういう微妙なところでこう、いい写真か違うかって出るじゃないですか。全然そんな勉強とかしてるわけじゃないんですけど、やっぱそのデジカメ自体に、なんか、俺はこう撮りたいんだみたいなのを、意見を聞いてみたい。意見を聞いてみたいですね。いいね、デジカメ具象化してくれたらね、セルフタイマーとか三脚とかいらないあ、よね、そもうね。うですね。便利。最後は。まあ、言ってみれば、車好きだから、ああ、そうね。車で一緒に例えば、行きたいとか、疲れたりとか、エンジン疲れてんだけどとか言ってくれれば、ね、休めたりとかできるだろうし本当とだ、効か、率いい。そう、スピード出すぎだよとか、そういう会話しながら、ドライブできたら面白い楽しかいなとでは思うので。いいこと、いい答え。ね、これはね、ありだと思うわけですよ。そしてカーナビいらずみたいそうそうな。そうそう。ああ、そっか。そっちじゃねえよって言ってくれたら、ああ、すみません、みたいね。な。声が分かるみすたいな。ごい。ちなみにその、喋る車、もし、喋るとしたら、誰の声で喋ってほしい？誰の声がいいか。難しいね。まあ、ね、カーナビだとお姉ちゃんだもんね、大そ体うですね。ね。誰がいいかな。でも聞き応えのいい声だったらいいよね。なんそうですか、ね。ブリーチで行くと、ただ、一角役の檜山さんとかだとね。いや、でも熱いと思うよ、そしたら。右だとか、いきなり。ビクッとなる。そのたびにビクッとしなきゃいけないからね。面白いね。ね、なんか、それぞれ、こうね、面白いのがあったらいいなと思いますでも確かにこう、助けてもらう、アドバイスもらうみたいな方向性でいくと、僕もね、そういう意味で言うとね、ゴルフクラブ？ああ、そういうことか。最近ハマって始るめたからんですね。けど、まあ、あれですよ、ゲレンデじゃねえや。ゲレンデじゃねえよ。まあ、コースに出ますとね、まあ、残白糖の代わりにゴルフクラブを持って、まあ、球を打つわけですけど、いやー、奥が深い。止まった球を打つだけなのに。これながかなもか思うとこいかないみたいな。これはもうザビマルみたいに自由に動いてくれたらさ、もう、何の苦もなくいけんじゃないかなっていうね。でもまあ、具象化だから、打つときに、ああ、下手そうとか言われるんじゃないの。あ、そうなるか。そうなるんそっちだ。に打つのかよとか言われるんそうじゃか。それは嫌で。で、うまくいくと、お、ナイスショットって言ってもらえるんだけど。打った瞬
かにファーとか聞こえてる感じですよね。やっぱり具象化しなくていいという結論に至りましたが、まああの、このトークセッションを含め2曲、はい、この CD 聴いてもらった皆様に、じゃあ最後に一言ずついただけますかね、あさみちゃんから。はい、そうですね、あの本当にあのザンパクト編あのでたくさんコミカルなシーンができたらいいなーって思ってますが、今後どうなるかは乞うご期待ということで、これからも応援していただけたらと思います。よろしくお願いします。いい、そして最後、はい、ブリーチにね、このあの本当に長く続いてる作品に参加させていただいて、うん、さらにこのキャラソンまでということで、いろいろやらせてもらってとても楽しかったっていうのもありますし、まだこれからちょこちょこ、うんね、出るやもしれない。はい。やもしれない。我らを、コミカル担当でもいいです。はい。楽しいですからいいです。頑張っていきますんで、ぜひね、あの、これを聞いて、さらに、またブリーチも応援していただけたらと思います。はい。ね、この、あの、残白刀編ってオリジナルなんですけれども、うん、あの、我々、こう、原作出てるメンバーも、こう、最初この設定を聞いたときに、これは楽しみだと。どんな、まあ、評判もいいらしいですよ、今。うん。放送してるやつもね。うん、ですから、まあ、しかもその、僕の残白刀が二人だったっていう、とても楽しいです。このシリーズ、もうちょっと長く続くといいね。はい、よろしくお願いします。はい。はい、というわけで、ここまでのお相手は、あばらいレンジ役の伊藤健太郎と、ザビマル役、坂上月。同じくザビマル役の真田あさみでした。バイバーイ。